四方原監督の采配さすがにヤバくなってくる。長野をなぜかレフト起用でイージーなフライを落球、次の回から重信に交代。満塁でなぜか門脇ゴロヒッターを起用。中山の方がフライ打てる。高梨をワンポイントで起用も打たれる。変わった鍵谷も打たれる。昨日だけでこれとかやばい。長野以外は別に。マジで腹ぐらいやろマシンガン。岡田もマシンガンはしてない。どこぞのチームとは違って3連投した投手はいないぞ。長野以外はおかしくなくね。門脇はねえよ。中山普通は使うよ。まあそこは目クソ鼻クソや。系統に関しては大勢以外運みたいなもんや。いや高梨1イニング使わないとかもったいないやろ。運ゲーは運ゲーやけど1イニングは任せていかんと見極めもできんやろ。長野以外は別に変ではないわ。春なんてお試し期間やん。投手がおかしい。一回すら抑えられない。原長野を守備につかせたら観客大喜びやろうなーの精神だぞ。打席は見たかったけど守備まで望んでるファンがどれだけいるか。長野は本当に守備につく時のファンの反応見たかっただけやろうな。去年やった神谷本にデータ見てないってバラされてたな。コーチ時代に相性的に絶対リリーフ沢村って場面で嫌がって首かけるくらい説得してようやく首縦に振ったとか。結果沢村が普通に抑えた。エスコバーに延々と中島を当てる時点でお察しやろ。言うてレフトもろくにできない長野も悪いやん。打席回ってきたわけでもないのに9回に長野交代させたのは本当に意味不明だった。最初から変えとけよとしか言えない。長野は緊急時のスタメンで考えてたから守備見たかったんやろ。予想以上にひどいから急いで重信に変えたと。ファンサのつもりだったんだろうが、長野を守備で使ったのがね、打ったから守備チャンスをもらえたんや。坂本を聖域にしてるのが一番やばい。さすがに切るには早すぎやろ。